新しい温泉が湧いたようだな。この4つの腕でバッチリ背中まで洗うぜ。なあお前、アスレチックやっていけよ。なんといっても俺のアスレチックだからな。遊ぶには木の実を100個もらうぞ。もったいないことあるもんか。一度木の実をもらったら次からは自由に遊ばせてやるぞ。ふふふ、ありがとな。次からは木の実はいらないぞ。よし、お前のやる気を見せてくれよな。そんな、ああ、十字キーでの 3D 操作なかなかうまくいかない。止まっちゃうと来るんだけどね。なかなか微妙な調整が必要なんですよ。結構シビアです。いけると思うと思う。あ、そういう操作ミス。ダッシュも余韻が。下手くそか。だから、そういう操作ミス。よし。いや、下手くそで、すいません。やるじゃないか。気に入ったぞ。友達になろうぜ。俺の筋肉が必要になったら呼んでくれよ。そうそう、もうじき、友達のカイリキーが来ることになってるんだ。そいつはバトルが大好きだぜ。お前もバトルが好きなら声をかけてみろよ。早速来ました。いた。友達は温泉が湧いたってはしゃいでるよ。なんとも単純なやつ。お前、バトルしないか。さあ、張り切っていくぞ。さすが、体力が高い。ピカチュウ、10万ボルト。何？最後はアイアンテーマ。オーケー。ふむふむふむ。やるな。さすが、俺の友達だ。さあ、トロッコに乗って出発。ベガベガ。いざ、マグマゾーンへ。あ、手を振ってくれた。いよいよマグマゾーンに到着しました。見慣れないやつだな。ここはバシャーノさんが治めるマグマゾーン。
力自慢の奴らが揃ってるんだ。ん？俺の後ろのでっかい機械は何かって？これはドリルさ。横のスイッチに。ダッシュでぶつかれば動かせる。でも今は動かないぜ。使いすぎてオーバーヒートしちゃってるのさ。放っておけば治るかもな。そこらを見てからまた来よう。バクーダのところにある溶鉱炉なんて見物だぜ。ドリルはまだオーバーヒートしてるぜ。溶鉱炉は見てきたか？バクーダが番をしてるぜ。じゃあ溶鉱炉を見てきましょうか。フリーだ。バシャーゴさんはバラバラになったポケパークを一つにするために戦うって言ってたよ。オーケー。すごいや、君。友達になろうね。あ、ベラップ。さあ、マルマゾーンのバシャーモに会いに行くんだろ。ドリルはオーバーヒートで使えないって。その辺を回ってから、また戻ってみろよ。とりあえず、まだドリルは使えないみたいだ。あちゃも。ロコンだ。ドリルを動かしたら、地面から鉄の塊が出てきたの。ココドラが欲しがったから、あげちゃった。いいよ。あ、痛恨のミス。ごめん。どれ？あ、ごめん。オーケー。キューコンは早そうだね。じゃあ溶鉱炉に向かいましょう。バクーダいた。バクー。あら、マグマゾーンを冒険したいなら私とバトルで勝負よ。どうしてって？それがマグマゾーンの掟だからよ。強い者だけが先へ進むことを許される。それがバシャーモさんの決めた掟よ。さあバトルで勝負よ。いいわね。体力は互角か。効かないけど足止め。やるわね。さすが黄色い稲妻だわ。え？黄色い稲妻って何かって？あなたのことよ。あなた、黄色い稲妻としてマグマゾーンで有名よ。バシャーモさんもあなたの活躍に注目しているわ。私の後ろにある機械について聞きたい。これは溶鉱炉っていうのよ。使い方を教えてあげる。この中に鉄の塊や金の塊を入れるの。そうするといろいろなものを作れるわよ。例えば鉄の棒を作れば壊れたスイッチだって直せるの。え？鉄の塊や金の塊はどこで手に入れるのかって？カポエラーのところにある。ドリルで地面を掘れば出てくるわよ。
ヤジロンだ。もう冷めたかな。カポカポ。オーバーヒート治ったぜ。だけどな、ドリルを使いたかったら俺とバトルだ。なんでって、野暮なこと聞くなよ。ここはマグマゾーン。バトルが挨拶代わりさ。カポピカチュウ10万ボルト、オーケー。やるじゃないか。ドリル使ってよし。お前、使い方はわかるか？ドリルの横のスイッチにダッシュで体当たりするんだ。そうすると、ドリルが回って、いろんなものが掘り出せるぜ。エミワラーだ。早速やってみますか。動いた。鉄出てきた。これを溶洞炉まで持っていけばいいんだな。結構遠いぞ。コータスがたくさん。民の者、マグマゾーンによくぞ参られた。ドリルで掘り出された塊を溶鉱炉に運ぶのはちょっとばかり大変かもしれん。しかし誰しも通る道耐えてくれ。とはいえ何か手伝えることはないか。わしらは考え、そして思いついた。この道を通る者の邪魔をして鍛えてやろうと。気まぐれなわしらのことがうろうろしてるだけのこともあるが、精一杯邪魔させてもらうぞ。頑張って進むがいい。いいだろう、上等だ。こういう時は橋を行けばよいのだ。はい、突破。到着。とりあえず丸いの作ってみるか。ベーゴマみたいなの出てきた。ゴローニャだ。とりあえずここに置いておこう。今度は金の塊出てきた。金といえば細いのでしょ。延べ棒出てきた。
ピー。これではダメか。よう。俺、綺麗なものが好きでいっぱい集めてるんだ。鉄課金でできたものを持っていたら、俺の木の実と取り替えてくれないか。頼むぜ友達、よろしくな。そこにたくさんありますよ。そんなにくれるのか。こちらこそありがたい。いやー、いい儲けになりますな。いいね。今度こそレバーを作る。これで先に進める。スイッチオン。どれでようになった。これを持っていかないと。俺のアトラクションは少し荒っぽいの。覚悟しとけよ。押し出しヒートアップやっていくか。木の実20個だ。よし、こっちだ。始めるぞ。ピカチュウで。危ない。これは強い。オーケー、余裕ですよ。
ふむ、よくやったな。さあ、これをやろう。プリズムゲット。バシャーモもプリズムのかけらを探してるぞ。この俺を破ったバシャーモ、やつとまた勝負したいな。まずはお前とバシャーモの対立が楽しみだな。ドサイドンのアトラクションもクリアしたので、バシャーモに会いに行きましょう。今回はここまで。次回に続く。